ッケー。手伝え手伝え。でシルフには話しかけずに、とりあえず牧場の仕事しよう。間違えた。やるじゃない。で天気予報、天気予報、天気予報大事だよ。晴れ、オッケー。野菜炒めは作れんのじゃん。ケイト、待って待って、ま動物おらんって、まだ牛しかおらんのや、うちは。ケイトって言われてもケイトメーカーもないしな。え、メーカーいつ手に入るんだろう。そうだ、調べてないや、その辺は。スプリンクラーだけ興味がありすぎて。おお、なーに。おはよう。おはよう。どうだ。ああ、夜行祭。うん、行く行く。それでな、うん、輝きの岬からランタンを飛ばす。ランタンね。岬にいるぜ、来たら声をかけてくれ。うんうん、オッケー。夜だよね。オッケー。で肥料をあげて、結構なんか牧場らしくなってきたよ。かなり整備が進んでますからね、うちの牧場。よーし、行くか。シルフに話しかけに行くか。どこに行ったんだあいつ。どこに行った。どこだ。どう洞窟、そんなとこ行ったの。シルフはどこだ。いるはずだぞ、この辺に。植物見てないな。どっかで植物絶対見てるだろうあいつ。どこどこ、え、どこ、え、どっかの店におるんかな。え、店に入ることってある。桃踊り移動してる。クソ、さっきから追いかけっこしてる。やばいやばい。めっちゃ追いかけっこしてんだけど、さっきから逃げないでよ、やめてよ。何やってんの、うん、あ、いた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 。あ、お昼ご飯買いに行ってんのかな。ちょっと待って、話かけてる。おはよう。お昼ご飯買いに、買いんじゃないや。お、誘う。やっと捕まえた。3箇所ぐらい回ったよ、追いかけっこで。これで女神様が登場する。よし。おー、いや、あるある、目の前に。知ってるから、探さんでもあるって。なんだよ。うん、あるある。ね、この前そこで釣りしたから。ある、釣りしたから、ちゃんと。うん、それでさ、暇だったらいいじゃん、付き合えよ。迷わん迷わん。うんうん、いや絶対やっぱ違う違う、ここじゃないよ。ブルーベリー見っけ。取りに行かないと。そこにブルーベリーあるんだ。てかブルーベリーの木ってあんな感じじゃないやんな。ん？え？こっち？私が思ってんのと違う、泉。あれ？あれ？ポムさんのところのマップじゃないの。あれ、私が思ってる場所と違う。嘘だろ、お前2ヶ月間ここ探索してたのに迷うとかある。あ、よし。え、そっち、え、これひとしともりだよね。え、その先にあんの。え、じゃあ、あの泉何？なんか、祠があったところは何？じゃあ。行かなかったところだよね。この先は行かない方がいいかもってなってたところ。おーい！そこ入っていく勇気あるんだ。私は無理。実際にこれあったら無理。
その先あるんだ、ちゃんと。おーい、おーい、あ、おーい、ん、ごめん。お、シルフが反応した。まあまあ、うん、ありがとう。お手柄？ほら。ここのことかい？じゃあ、あの祠は何の祠だい？すごいよ。うん。うんうん。確かに出てきそう。女神様出てきそう。え、女神様かな？女神ちゃまかな？どっちなんだろう？今作。そうだな。さて、え、帰るの？帰っちゃうの？お、ほら、どう？出てくるぞ。そうだな。よし。おお、めっちゃいいやつじゃん。だって、うん、おお。え、泉にいちご投げ入れなくていいの？女神様いちご大好きだよ。多分今作は知らんけど。女神様は？女神様が出てくるイベントじゃないの？嘘だろ？待って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 、思ってたんと違うって。あ、え、え、完了しましたって出たな今。重要が終わった、終わったな。ん、あれ、どうしよう、とりあえずどうしよう、行ってみるか、もう一回行ってみる。ちょっと待って、どこでもドア、どこ行ったん。うわー、そんなところにあるのか、自分が置いてきたんですけどね。ここか、あ、ここか。女神様出てくる？この先行けれるようになってるね。なってるね。え、出会えない、これ。出会えたりしない？てか、なんかあった今。え、調べる。あ、全然違った。なんかあるかと思ってた。え、なにこれ。なんか拾い物はないか。わあ、あー、多分コロボックルの家だなこれは。え、ちょっと待って。え、ここ何も起きないの？ちょっと待って、調べていい？ちょっと調べる。さすがにさえずりの森に行って、妖精の泉に行って、まだ3個ぐらいイベントあるんやが。なるほどね、こっから登場イベント来るんか。オッケー。で、さらにいるものがある。いるものがある。ふん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 。オッケー、オッケー。見えてきた、見えてきた。水やりを手抜きするとこまで見えてきた。で、明日がイベントやな。あー、体力残ってるからちょっとだけ耕してから寝よう。耕すの大事大事。おやすみ。おやすみ。おやすみ。いやー、稼げれんな。しょうがない。子供のお小遣いみたいになっちゃった。